はい、皆さんこんにちは、高田トミートランスフォーマーチームの、ゆきです。今年も、なんとビクトリーセーバーに引き続きデスザラスの方の開発を担当させていただいております。はい、オリジナルトイと、今回のデスザラスの比較になります。今回、デザイン化するにあたって、気をつけたのはアニメーションのプロポーションに近づけるということと、プラスディティールをオリジナルの、トイからも、頂戴するというんですかね、トレースするというところを、今回金を使って、デザインをし作業をしております。まあ、このあたりは見ていただければ、一目瞭然ではあるんですが、このようにロボットのサイズとしては非常に大きなものになっております。こういった方がいいのかな。はい、今回武器に関しても、球はちょっと球トイと変えてあります。球トイはこういう形で鉄球のついた、ライフルが出ていたんですが、こちらは当時アニメーションには登場しない武器ということがあったので、今回はきちんとアニメーションに登場する大きなソードを持たせるというふうにしております。はい、今回のデスザラスもですね、旧オリジナルのトイと同様に2つのブレストを胸部に収納できるように設計してあります。ちょっと入れてみますね。このように2つはきちんと旧トイ同様に収納が可能になっています。アンロックのボーナス武器になりますが、このようなアニメ本編でも登場した巨大な、武器が、付属することになります。さらにチェーンの付いたメイスも付属になりますので、こちらも、腕に持たせて遊ぶことができるようになっています。今回のデスザラスにはドラゴンボードでもこの大型武器を装備することができるというふうに作っております。アニメーション本編でも描かれた印象的な武器の使用カットを再現できるようになっています。ドラゴンボードにしてみました。旧トイと比較するとなんとですね、大きさはあまり変わらないというところが面白いところで、もともとロボット状態で、ビクトリーセーバーと、同じ身長になるように、設計を始めたところ、なんと同じサイズになってしまったというところが非常に個人的にも面白いと思っているところです。ドラゴン状態でも、可動等は、有心に普通に動くようになってますし、首等の可動、また、口を開けての中にブラストエフェクトのジョイント等を装備しております。羽もこのように動くようになっていますので、ドラゴンボードでのアクションフィギュアとして遊びもできるというようになっています。ドラゴンボードをディスプレイ台に設置してみました。このようにフライングモードを再現できるディスプレイになっています。今回、こだわり抜いて制作したのがこの玉座になります。破壊大抵ミスと形で、ディスプレイベースを兼ねたものが、こういう玉座になると。玉座背面にはこのようにデスラスの付属の武器が全てマウントできるようになっています。はい、デスラスを、座らせてみました。アニメ本編でも、非常に多くのシーンでデスザラスがこのように玉座に座っているシーンがあったので、ぜひとも、この再現を皆さんに達成していただきたいと思っています。はい、もうすでに、クラウドファンディングも始まっていると思いますので、どしどし、ご参加いただければなと思っております。ビクトリーセーバーと、デスザラス、ぜひ、お家に並べて遊んでいただければと思います。
ありがとうございました。